えーどうもお久しぶりです、餅太郎です。えー、ということでね、えー、タイトルにある通おり、えー、東京ヴェルディー森田航輝選手、2023シーズン残留ということでね、おめでとうございます。<laughs> 久々の動画ということで、まあ、短めではあるんですけれども <laughs>、まあね、今日ねあの2023年1月10日なんですけれども、えー、森田航輝選手がいろいろね、移籍はさされてたんですけれども、えー、チーム指導日に、えー、残留が。 決まりまりして本当によかった、もヴェルディサポーターみんなねあの心配していたんですけれども本当に嬉しいねあの契約更新ということで昨シーズン、まあ、うもに後半ですねものすごい活躍ぶりでねあの J1 からあの浦和レッズとかからなんか <laughs> こう噂が <laughs> 獲得の噂があるっていう風にあったんですけれどもまあ、なんかヒヤヒヤしてね1月10日ぎりぎりまでね なかなか更新が来ずあどうするんだっていうところでねなんとか残留が決まって本当に嬉しい限りでしたまあねなん、まあ、何より嬉しい本当にこの東京ヴェルディの、ねあのー、冬の遺跡がね 特にあのー、かなり厳しい状況になっていてそれも相まって本当に森田光輝選手のあの残留がとても嬉しく思いますあのー、まあそのね冬の遺跡簡単にねあのー、放出なんですけれどもちょっと振り返りたいと思いますえー、佐藤涼賀選手まあ東京ベルギーのね S 昨シーズン13得点をした えー、佐藤稜選手がアビ,スタアビスパー福岡に、えー、そして守備の要ですねムドカ・ボニフェイス選手が横浜 FC に、えー、そして海外に期限付き移籍だった新井瑞希選手が横浜 FC にそして馬場聖ヤ選手中盤でねあの輝きを出していた馬場聖ヤ選手がコンサドレ札幌に移籍してしまうというとてもね厳しい冬の移籍事情 なんですけれども、まあね、昨年の,あのレギュラークラスの半分近くがね、J1 に行ってしまうというちょっと悲しいまあ厳しいあの、遺跡になってしまったことも相まって。 あのー、森田光輝選手のねあのー、契約更新というのがより嬉しく本当に思います、もうこの選手が残るか残らないかで来季どうなるんだっていうところがあったのでねそういう部分もあってまあ、これだけのね素晴らしい選手もねあのー、J1 に行ってしまうっていうところだったのでねなんとかしてね J1 に上がりたかったんですけれども。 まあね、とりあえず、あのー、昨シーズンの、ねまあ、森田光輝選手の簡単に、ねあのー、活躍っぷりですね、20022シーズン、えー、42試合中34試合、ほぼほぼ、あのー、出場して、えー、4ゴール3アシストと数字もだいぶついてきてですね、あのーまあ、点に絡める中盤、ボランチであるものの、まあ、ビルドアップから守備からそして攻撃。 えーまあ何よりも夏場過ぎぐらいからもう本当に森田選手がいないと <laughs> どうにもならないっていう中盤 <laughs> まあいてね本当にビルドアップが助かる守備もできるっていう本当に素晴らしいしあの選手になってくれましたね。本当に 後半、特に、まあ、自分も見に,見に行ったんですけれどもの新潟戦、で最終節、岡山戦は本当に馬場聖也選手と、ね、ボランチ組んでこの上位にチームに引けを取らないほどの、ね、活躍を見せてくれたのでね、まあの2試合見ただけでも本当に J1 からお呼びがかかるぐらい本当にクオリティも,もう素晴らしく。 いやどうなるものかと思ってたんですけれども2023年も一緒にね戦ってくれるっていうところで本当にう嬉しく思います <laughs> あの背番号がねあのもう今日、新体制発表になりましてユニオンムもね発表になったんですけど背番号7番継続ということでね期待したいですね。本当にあのまあ来シーズンはあの森田浩選手の チームもう本当に核になるあのそんなチームになるのかなというふうに思います上福監督のもと森田光輝選手がねどんな活躍を見せるのかこの数字がさらに倍になるぐらいもう個人的希望は10ゴール10アシストぐらいやってもらって <laughs>、ね、J1 に行ってっていうのがね、まあ、思いがく夢なんですけれども。 まあ何が起こるかわからないんですけれどもとにかくあのー、来季ねあの森田選手と一緒に戦えるっていうのは本当に嬉しく思いますあのー、まあねあの簡、ー、単ではあるんですけれどもあのー、今後ねあのー、まあ、これから新 選手が、ね、入ってきますしあのそういったところ編成の部分も含めてねこれからね東京ベルディの動画も徐々に増えていければなっていう,ふうに思いますまあ、とにかく今日は <laughs> 森田光輝選手の更新が嬉しくて <laughs> 動画を撮りました。なののでねあの皆さんえっと 特に東京ベルディのの、ね、サポーターは森田光輝選手を注目してね、えー、来シーズンも、えー、ポジティブに応援していきましょうということで、えーまあ、短い動画ではあるんですけれども、えー、こんなところで終わりにしたいと思います、えー。来期も森田選手、よろしくお願いします。というわけで、<laughs> ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。